賛否両論楽しみにしてるんですが、次はりますか。はい。参詞両論は、えー、次も、えー、あります。はい。で、今回ですね、実はまあこれこ公開されてるんで言っちゃうんですけど、ガーシーさんに出てもらう予定だったんですよ。で、ガーシーさんに出てもらう予定でだったんですけど、えー、どういう経緯かっていうと、まあガーシーさんがライブ配信かなんかで、まあ参詞両論とかまあ出てもいいよみたいな話をチラッとしたんで、僕から DM をしました。で、その時は、まあ OK ってことだったんですけど、えー、その後、まあスタッフとね、ガーシーさんのスタッフと、その番組側の スタッフ、まあ、別に番組側のスタッフって僕の会社の人間じゃないんで、ちゃんと別の、まあ、テレもっとテレビ局なんかの人たつがやってるんですけど、やり取りをしていく中で、えーまあ、その、まあ、ギャラの話と、あと,、えー、と、ライブ配信がいいと。はい、あのライブ配信がいいという要望があったんですよ。でもそのあの番組の趣旨として、そもそも番組のフォーマットとして、ライブ配信に対応できないんですよね。 その賛否両論って番組自体が、えー、録画配信する、えー、番組のフォーマットになっちゃってるんで、その技術的なところなのかなまた、あ、あの、なんか番組のコンセプトなのかななんかそういう部分で対応できないってことになったんで、結果的に、えー、ガーシーさんとの、えー、ガーシーさんの出演が、えー、流れてしまいました。はい。すいませんね。ほんとガーシーさんは、あの、出てくれるって言ってね、いろいろやり取りしてくれたんで、そこは本当に感謝してます。はい。まあ、でも、ガーシーさん出てくれたら、まあ、すごく盛り上がったんじゃないかなって思うんですけど、まだなんかの形でね、 またコラボとかさせてもらえたら嬉しいなと思います。はい。はい、えー、お疲れ様です。いつも楽しく会見をします。賛否両論はまだ実施予定ですかはい、賛否両論は、えー、一応やる予定です。 まあこれも前言ったんでね、またちょっとガーシーさんの話になっちゃうんですけど、まあ僕からお願いをしてガーシーさんに賛否両論出てもらうことになりました。ただその条件、生配信だったりとか、いろんな条件が折り合わなくて、スタッフとね、ガーシーさんの、ガーシーさんのスタッフとうちの、うちじゃねえ、賛否両論の番組のスタッフがやり取りをして、条件が合わなくて一回流れちゃったんで、えっ、ー、と撮影が延期になりました。 あの、やっぱ1回目、堀江さんが出てくれたんで、2回目って、それ相応の人じゃないと、やっぱ番組的にも盛り上がらないと思うし、僕も、あの、番組側に、そういうふうに言ってます。せっかくやるんだったら、すごい番組にしたいんで。だから、2回目のゲストとして、相応の人が来たら、え、録画するよ、録画っていうか、撮影する予定なんで、え、ちょっと、えっと、公開がですね、え、2回目の公開は遅れるんじゃないかなと思ってます。はい。 ガーシーさんがバンされてるのに、え、美咲さんの関係がバンされないのはなんでなんですかね。まあ、それはわかんないですね。でも、ガーシーさんバンされちゃいましたね。はい。で、えー、僕ね、ガーシーさんとは会ったことがないんですけど、えー、ガーシーさんも今回僕のその緊急搬送とかのニュースを見て、めちゃくちゃ心配の連絡くれました。はい。で、ガーシーさんは、あのー、まあ、これ言っていいのかなもう、まあ、言っていいと思うんで言っちゃうんですけど、えー、選挙受かりましたよね。おめでとうございます。それはひとまずおめでとうございますって感じなんですけど、えー、ガーシーさん今ドバイにいるじゃないですか。 でその議員になった時の証書、なんか認定証書みたいなのがあるんですけど、それは受け取りに行けないらしいんで、僕が、ね、代わりに金曜日に受け取りに行こうと思ってます。はい、僕がガーシーさんの代わりに受け取って、来月、ガーシーさんと,、まあ、ちょっとコラボの約束があるんですけど、はい、何人かとコラボするんですけど、ドバイまで責任を持って持っていこうかなと思います。はい えー、ガーシーとコラボなくなって、悲しい、そうですね、ガーシーさんと、ね、コラボなくなっちゃったんですよ、本当は賛否両論という番組でガーシードバイに行ってガーシーさんとコラボする予定だったんですけど、ちょっとね、そのもろもろ番組的に、今、そのガーシーさん界隈のチャンネルがなんかいろいろあるっていうことで、できなくなっちゃったんですよね、だから僕は全然ね、したいんですけど、まあ、その番組側の方でちょっと難しくなっちゃってて、なんかね、あのーまあ、なんだろうな、なんて表現したらいいか分かんないけど、それピンチの時に、そういうふうに。 まあなんかこう、突き放すみたいになっちゃって、本当申し訳ないなと思ってて、まあ、自分も昔、そういうこと散々されたんで、嫌なんですよね、だからなんか協力できることはしたいなとは思ってます、マジで、はい、残念ですね、僕も。はいはい、8月7日に、えー、僕、ドバイに行って、えー、大体た多分日本時間の10時からを想定してます、えー、ちょっと今、そこは若干時間変わるかもしれないんですけど、日本時間の10時から、えー、ガーシーさんとコラボ配信、生配信しますんで、えー、ぜひ皆さん、えー、 見に来てください。よくね、視聴者のコメントとかにも来るんですけど、チャンネルペナルティになったらどうするのとか、バンされたらどうするのとか、いろんな声あるんですけど、僕はそれは大丈夫だと思ってます。はい、僕は大丈夫だと思っていて、えーと、もし最悪ね、最悪別にペナルティく食らってもいいんじゃないかなって思ってます。このいいいは、えー、僕言いた本心、えーまあ ある種の本当,本当のストレートの気持ちは、えー、来週の8月7日ですね、7日の配信の時に、えー、ちゃんと言お、えー、うと思ってるんですけど、まあ、別にペナルティになってもいいと思ってます、はい、それぐらいの覚悟を決めていくんで、はい、皆さん、えー、僕の配信で、僕のチャンネルで多分生配信、コラボ配信することになると思うんですけど、えー、見ててください、その時に僕、ずっと思ってる、なんで行くのかも含めて、あることを皆さんに,さんにガーシーさんと一緒に伝えたくて行くんですよ。 自分の中のある思いをどうしても伝えたくて行くんでちょっとここでは言わないですけどここではあえて控えるんですけどその時にきちんと告白しようと思ってます。はい